皆さんこんにちは。プロレーサー、そしてモータージャーナリストの丸山博史です。この番組は来たよ、新しい方法、モータースポーツを通して人々の生活に活力を与え文化として創造する by モータースポーツ TV というですね、この新しいこのモニターを使ってやるやり方をね、ちょっと使ったんですけどね、新しいヤングマシンが出ました。今回はですね、今どんな特集をいくかというとですね、新しいヤングマシンで、ほらここにね、忍者250と GSX の戦いをですね、こうペラペラペラってね、これ雑誌をそのまま全部見せるわけにいかないんでね、ほら GSX、 ほらこれね、今月号ですよ。2017年の3月なんで、今月今売ってるやつでもうね、 GSX250 をですね、ちょっとガンガン乗ってきたんで、これのインプレをね言うのは、ぜひこれを買って見ていただければと思うんですが、まあ私が言いたいのは、今回改めて 250cc クラスって、まあどういうもんかなっていうのをですね、つい先日も1月にね、忍者250で初詣に行ってきました。いつもあのサーキットにね、我々はあのモータースポーツとかサーキットの貸し切りを散々やってるんで、いつもマシンをサーキットに持ってってテストする、まあそれはね、ある程度限界というか、どのぐらいの実力があるのかなって見るためにサーキット持っていくんですが、サーキット持ってってタイムをねガチガチ測ったりするのは、これはこれ一つの指針としていいんですが、もうちょっと普段乗りとか、あわよくばまあ 250cc を乗る皆さんに合わせて初詣っていうのを言ってみたらね、やっぱりね、速さだけじゃないんですよね。使い勝手でしょ、使い勝手がいい、あと手軽、本当にちょこちょこ街中を行くのにね、やっぱりあんまり重たいと私ビッグバイク大好きですが、でもやっぱり手軽なマシンだと、もっともっとバイクに乗る機会が増えるなっていうのを忍者250に乗ってみるとね、改めて思う。まあその時にエンジンの特性も扱いやすさ、これもね、直四、今までずっと直四当たり前と思ってたんですけど、 250cc ぐらいの排気量になると本当に逆に直四だった頃ね、とても速いですよ。 CBR250RR とかね、ホーネットとかとても速いんですけど、やっぱりちょっとなんか回しすぎてる感は、まあ、否めないなと。本当に街中でそんなに使わなかった、いや使わなかったけど楽しんでたな、 CBR250RR で俺は 25F か、バイク見やってたしねその時回して乗ってた、あの集合感もつけてね、でも今改めてこうやって忍者を乗ってみると、あなんで使い勝手がいいんだろうなっていうのをね、ちょっと思って、見直してるわけですが、さあそんな中でね、ちょっとここ10年ぐらいの歴史をね、ちょっと振り返って見てみたいなと思っているんですよね。まずはですね、忍者が登場した時はですね、また古い雑誌持ち出してきますよ。ほらこれ、これね、2008年のヤングマシン6月号で、私がですねこうやって忍者250でですね激攻めをしてるわけですよ。でね、この激攻めをしてる中でね、裏に置いてあるバイク、はやぶさ CB1300 B キングとかありますよね、 FZ1 でしょ、 GSX-R とかもあって、これビッグバイク、全部ビッグバイクですよ。こんなビッグバイクが揃っている中、私がですねヤングマシンで250が出たって言うんでね、ガチッと攻めてみたら、俺はこれなんて楽しいんだろうと思って、これね、表紙ですよ。これ表紙、あんまりこんなにガチガチ見しちゃっていいのかな、表紙なんですけど、本当はねもうちょっとビッグバイクの何かが使うはずだったんだけど、あまりにもこの忍者250をこの全部持ってった中で走らせてみて楽しかったんで、いきなり忍者25はね表紙になってしまったというね、この時点でもうね、2008年、まあそう、今からやっぱり10年前なんですよ、250楽しいなっていう思いをねさしたのがこの忍者250。ただこの時まだ世の中はですね、ビッグバイク全盛期ですよ。私がこのね6月号でやった後、いい、ちらちらと見ると
ライテクはやってるけど、DN01 っていうのがね、懐かしいな。もうね、ライテクなんか GGR1400 でやってる。もうなんでこんなどでかいのでライテクって、これそれが当たり前ですからね。みんなビッグバイクはやぶさ1300でライテクバイクでしょ。これ全部見せちゃうと大変なんだけど、パッ、あ、でもね、 D トラッカー川崎さんはね、忍者2号とともにね、 D トラッカーとか、250cc 頑張るんですよね。他がね、まだあんまりやってきてない時にね、一生懸命新型を出して、でもね、ドカッティモンスターとか、スーパーテストっていうのもね、もうビッグバイクばっかりで当然やってましたよね。こんなことをですね、1年間ずっとやってくるんですが、250がね、6月号以降ね、ほとんど何の企画もやってないんですよ。当然のように、あのビッグバイクがね、ニューモデルがいろいろ出てきますし、私としてはこの時目覚ましく私の中で流行っていたのが、出てこねえな、あ、ちなみにね、ビッグスクーター 250cc の忍者2号が出るまでは、実はね、ビッグスクーターですよ。250って言えばね、ギア付きのスポーツバイクがどん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 なくなっていってしまったので、基本的にはビッグスク250といえばビッグスクーターって形になったのを、まあ一生懸命ね、ずっと、なんだ、もう名前忘れちゃったよ。フォルツァじゃなくて、マジェスティじゃなくて、ホンダの長いの。ホンダの長いやつ。いや、違う、あのね、俺、フュージョンは、実は私は相当昔乗ってました。フュージョンはね、俺何年頃に乗ってんだろうな。誰も乗ってない時にずっとね、フュージョンでヤングマシン通ってましたからね。その後フォルツァを買って、マジェスティも買ってって、実はビッグスクーター乗りでもすごくあったんですけど、仕事以外では使わないので、あんまりそれでね、他に露出することはなかったんですよね。そんな2008年が元に戻って、2008年はなんかこうビッグバイクでこうね、過ぎていくという形になってっちゃうんですよね。で、改めて2009年か、これはね、2009年のヤングマシーンちゃんとね、撮ってあるんですよ、いろいろと。2009年の5月号でやっとヤングマシーンはですね、真剣10番勝負っていうのを、この忍者250と登場したのが、ホンダの VTR ですよ。やっとこの辺でね、250対決みたいなものがね、これさらにこの前に行くと NSR250 とかレースレプリカって呼ばれてた時代には、ヤングマシーンはこれ真剣10番勝負をね、たくさんやってたんですが、250でやるのは久しぶりですよ。それをやっぱりホンダがね、忍者の対抗として出してきたのが VTR だけどね、変わる月じゃないんだよねここがね、時代はね、やっぱりね、忍者250フルカウルだったんじゃないかなと思うんですけど、この戦いをやった後は改めてまたね、ビッグバイクってね、続いていくわけですよ。さあ、そんな中、私がですね、今2008年2009年のことを言ったんですが、実は2006年に、クールバイカースっていうね、これ台湾の雑誌なんですけど、私が表紙で載っております。中を見ると私がですね、台湾の言葉で寄稿している、一生懸命インプレを書いているのか、分かるかな、えい、読めるか、読めねえだろう俺も読めないよ。この中でね、改めて私は当時、書いた原稿をですね、ちょっと持ってきましたので、これね、改めてちょっと中身をね、紹介していきたいと思いますよ。台湾の皆さん、こんにちは、丸山博史です。2008年の二輪シーン、今僕が最も注目しているのは二輪の 250cc、それも新型のスクーターではなく、ビッグスクーターではなく、川崎からリリースされたニューモデル、その名も忍者250と、この時点でまだね、リリースされただけなんで、私としてはどんなバイクかよく分かんないけど、改めて
250cc に忍者っていう名前をつけた時点で、まあ、川崎としてはスーパースポーツを出してくるっていう意味合いがありますからね、まあ、そんなマシンを出してきましたというのを振り返って台湾の皆さんに、こんなお知らせをしておりました。しかしスーパースポーツとしての 250cc がリリースされるのは本当に久しぶりです。今から約十数年前までの日本ではスーパースポーツといえば 250cc のバイクというほどバイクシーンには多くのマシンがもうあったということですよね。代表的なのはホンダの NSR250、 TZR250、 鈴木だと RG25 ガンマ、川崎にも KR25 ってありましたね。そういえばね、そのマシンがね、4ストローク250のラインナップももちろんありました。ホンダはもちろんそのまま CBR250、 ヤマハ FZR25、 スズキ GSX-R25、 いいね。川崎だといきなりここだと川崎でバリオスとかって言ってますけどね、最終バージョンがね。そんなマシンたちがあった中、なぜ250がね良かったのかというと、やっぱり日本でいうと車検制度が250にはない、値段も安くて経済的にもいい、さらにバイク初心者のねエントリーバイクとしてとても良かったということで、まあ、この辺のバイクが盛り上がってきた頃に当時の全日本ロードレースもねたくさん観客入ってましたし、ずっとこう盛り上がっていくという図式がねやっぱりあったっていうことですよね。1980年代から1990年代までが約10年、そういうレーサーレプリカブームっていうのをねずっと引っ張ってきたわけなんですが、途中はですね先ほど言ったようにビッグスクーターにちょっと取って変わるわけですよね。なぜそうなったかっていうと、まあもちろん大きい排気量のバイクがですねどん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 出来上がってきたんで、250手軽なのはねオートマチックでその手軽なはずのビッグスクーターがだんだん太っちょになってきてどでかくなってきてそれさえもちょっと厳しくなってきた。でビッグスクーターがずっと流行ると今度はねギアシフトをしないんでオートバイがスポーツじゃなくなってファッションになってっちゃったんですよね。そうするとオートバイを乗り回す扱い回す楽しみっていうのがだんだん減って、若い子にオートバイの楽しみ方がねファッション的には増えたんだけれどもスポーツする乗り物として減少していってしまったんではないかと。それを改めて、忍者250が出ることによってね、オートバイでスポーツするっていうことを楽しめるよっていうのをね、書いてる。で中にはねこれ四輪シーンも実はワンボックスカーが流行って SUV からワンボックスカーが流行ってですねスポーツカー不在の時代が起きちゃったわけですよね。それこそ昔はね楽しい車いっぱいあったはずだけどワンボックスばかりになってって全然みんな車でスポーツするっていう雰囲気はなくなったんだけど、近頃今やっぱりトヨタが86ねスバルと BRZ で一緒に出してますから、そんなマシンをね、改めてスポーツする乗り物が増えてきたと。その中に馬力じゃないよっていうのもここに書いたんですよね。忍者25ね31馬力で一見非力だけれども、しかし実際にはねハンドリング大事なのはハンドリングかなと、乗って楽しむハンドリングとそして馬力なんていうのかな馬力とハンドリングのこうバランスっていうのかなそれが楽しめる。さらにちゃんとシフトをして回転を選びながら走るっていうことで楽しんでいくということが載っております。最後の方にはですねスーパースポーツ復活の年になるかもしれませんねっていうことが書いてあるんですが、今大排気量がメインだったけどこれから小排気量が、またやってくるぞっていうのをですね改めて忍者2号で、まあ、知らせてくれたっていうのがですね、ずっとここ10年のなんていうのかな思いだったんですよね。で改めて、そのね台湾の人にもそういうことを伝えてみましたけど、今日本の中でも GSX25 が出てこれね低価格で出ましたよね。 でも CBR250RR が結構いいコストで出てきたじゃないですか。でどっちに行くかなとは思うんですが、でもね
とにかく値段がね全部が高くなんなくてよかった。だから GSX-R じゃないな、 GSX-25R がある程度コストを落として出てきたのが、この全体のね今 250cc スポーツが出てようやくこう10年が経とうとしているところ、10年一区切りでなんかその流行りがねピークを迎えて落ちてってしまうんじゃなくて、 CBR25RR の値段でピークってなろうとしてんのを GSX25R がですねガツンとこうね、やってきて、まだまだ25スポーツ面白いなって。そうなると忍者250次どう出てくるのかですよね。忍者25どう出てくるのかっていう前にですね、改めてここで CM を言っておきたいと思います。60秒 CM です。さあ今現在の忍者250どうなってるかっていうと、これ、2016年の11月に発売されてるのがなんと600台限定なんですが、ウィンターテストエディション、KRT ウィンターテストエディションっていう、バージョンが発売されていて、これがですねタイヤがワイドリム 150mm ワイドリムになってる、そして、まあ、ラジアルタイヤ、前後ラジアルタイヤを履いてるんですよね、さらにスモークハイスクリーンで、ちょっと雰囲気を変えて、います、こんなKRT 川崎レーシングチームが冬季テスト走行に使用していたモデルと同じイメージのカラーリングで発売しているというのが今忍者250ウィンターテストエディションというのが出ていますので、改めてちょっと忍者の見直しとともにですね、ちょっとこれを応援しておきたいなと思います。ただしタイムアップの音なんなかったよね今ね。まあいいや、60秒は経ってしまいましたが、次回ね、どんなマシンで忍者が来るかもちょっと楽しみですが、改めてね CBR250RR ヤマハの R25 そして、GSX25R そして川崎忍者25を取り混ぜて、さらには海外のメーカーからもねいろんな形でやっぱりやってくるんじゃないかなと思うので、250cc2006 年頃からのことをねずっと語ってきてますけど、今ようやく10年ぐらいが経ちました。このあと、10年間ぐらい、まだ10年間ぐらいですね、20年ぐらいですね、どん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 スポーツバイクが盛り上がっていってくれるといいなと思っております。そんな形で、今回の、250盛り上げ企画をですね改めて忍者250の登場から振り返ってみたというのをですねお知らせしておこうと思いました。それではまた皆さんお会いしたいと思いますが、最後にチャンネル登録もボタンがついたんで押していっていただけるとありがたいなと思っています。それでは皆さんまた来週お会いいたしましょう。さようなら。